石川は、バイエルン州、オーバーフランケン行政管区、豊富郡に属する町村で、リヒテンベルク行政共同体の一員。石川は、フランケンバルト自然公園の東端にあたる。この町は、公式には14の地区からなる。このうち、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。これらは、石川、ライゼンシュタイン、ケムラス、アイヒエンシュタインの4地区に分けられる。 石川はライゼンシュタイン断尺家の騎士領の一部であったが、1796年にプロイセン王国の管理下に置かれた。1807年にはプロイセン王国バイロイト公領の一部として、周辺地域と共にフランス統治下に組み入れられた。1810年にバイエルン王国領となり、1818 18年の行政改革に伴う、 自治体例で自治体としての石川が成立した。1978年の市町村再編で、それまで独立した自治体であったライツンシュタインとケムラスが石川に編入された。議会は12人の議員と市長により構成される。石川の教区協会。ありがとうございます。